演舞開演。どうも、本日は アキュアという商品メーカーさんの贅沢バニラミルク関東栃木レモンというものを飲んでみたいと思います。こちらに同封されていて、なんでもこれ JR 東日本の駅中でしか飲めないらしいんですよね。ということは自分の住んでいるこの辺の地域では飲めないのです。売っていないんですね。残念です本当。じゃあなんでここにあるんだって話ですけどね。まあ細かいことは気にせず飲んでみます。ちょっとレモンっぽい色ですね。本当にこの味、確かに牛乳とは違いますね。本当にミルクが濃厚で、溶けたソフトクリームっていうとちょっと例えが悪いですけど、そのうまい感じに溶けてくれたソフトクリームにレモンがうまく混ざった、それを一気に飲めるようにした、そんな感じです。レモンでちょっとさっぱりもしていて、とっても美味しかったです。なのでこちらの点数とさせていただきました。これが飲めるって、 JR 東日本の駅中に利用されてる方、羨ましいです。ではビール2杯までいけるかな。いや、いけませんよね、絶対。こんなことやっちゃダメですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。